こんにちは、西堂鍼灸整骨院の福井です。今日は座骨神経痛についてお話ししたいと思います。座骨神経痛ってよく聞く名前だけど、一体座骨神経ってどこにあんのとか、座骨神経痛ってどんな症状なのってよく言われるんですね。このあたりについてお話ししたいと思います。話の流れとしては、まず座骨神経の場所ですね、そして座骨神経痛の症状について、最後に座骨神経痛になる原因についてお話ししたいと思います。それでは始めていきましょう。まず座骨神経の場所なんですが、座骨神経自体は骨盤の内側からスタートしています。具体的な場所で言うと、ミスターボーン君の骨盤を借りましょうか。骨盤の中に今回は神経を植え込んどきました。こいつです。この白い紐ですね、これが神経なんですけど、腰の一番下の方、4番5番って言われるところら辺の神経が束になって、まず骨盤の中でスタートします。でこれがお尻の方に回ってきます。これですね、これが座骨神経です。座骨神経はずっと太ももの後ろを通って、名前が変わるんですが、途中で分岐します。分岐したものの一つ、ふくらはぎの方を走っている神経は足底まで行きます。こいつですね、足の裏まで行きます。もう一本はふくらはぎの外側を走ります。ここですね、ふくらはぎ、これ前から見てるんですけど、ふくらはぎの外側をずっと走って、内くるぶしの前から側背、足の甲側ですね、足の甲側まで行くのが座骨神経の大まかな走行になります。なので大雑把に言うと、座骨神経は腰からスタートして、お尻、太ももの裏、ふくらはぎの裏、ふくらはぎの外側、そういったところを走っている神経だと思ってください。次に座骨神経痛の症状についてです。座骨神経痛の症状っていうのは、あ、腰が痛いとか、あ、痛い痛い動けないっていうような痛みはあまりないんです。どういったものかというと、今最初にお伝えした座骨神経のある場所ですね、お尻とか太ももの裏、ふくらはぎの裏、ふくらはぎの外側、こういったところに神経痛、だるい痛みとか、ピリピリ痛むとか、こういった感覚が出てきます。だるい痛みなんで、ちょっとここをマッサージしようかなって抑えても、あんまり気持ちよくないんですよね。普通の腰痛だったら、腰痛いところ揉んでもらったら結構気持ちいいじゃないですか。でも座骨神経痛の痛みっていうのは、もう深いところにあったり、そこに原因がないんで、その今痛くなっているところを軽く揉んだぐらいでは全然症状は改善しないっていうのが特徴です。3つ目は座骨神経痛の原因についてお話しします。この原因も2パターンあります。昔から言われているもの、そして最近新しく発見された原因です。まずは古いものからお伝えしたいと思います。まず座骨神経痛になる原因の古い考え方の方です。座骨神経痛の古い考え方は、お尻の筋肉が神経を圧迫してしまっているからと言われてきました。どういうことかというと、お尻には梨状筋っていう小さな筋肉があるんですね。この筋肉が硬くなると、その下を通っている神経をギュッと圧迫してしまう。圧迫して挟み込んでしまうから神経痛が出るとされてきました。なので座骨神経痛の治療方法として、お尻の筋肉をほぐしたりストレッチするというものがあったんです。ただこのお尻の筋肉が神経を圧迫するかっていうことなんですけど、実はそんなしないんですよね。いくら硬くなったといっても、梨状筋自体は小さい筋肉ですし、最近の考え方は梨状筋、ここの筋肉と神経、この神経との間に指がすこすこ入るぐらい隙間があるとされています。他にもクッション性のものが周りにあったりするので、いくら梨状筋、お尻の筋肉が硬くなったからといって、そう簡単に座骨神経を圧迫して痛みが出るっていうことはないとされています。では新しく発見された座骨神経痛の原因は何かということなんですが、原因は骨盤の傾きです。骨盤が傾くんですよね。はい、反り腰っていうものをご存知ですかね。反り腰っていうもの自体は、この腰椎、ここの骨がぐーっと反るんですよね。腰椎が反っている人は骨盤が前に傾きやすいんです。前に傾くことで、股関節自体は前にこう折れ曲がった状態、足を、ももを上げたような状態が作られます。それによってここの神経、この神経がぐーっと引っ張られてしまうんですよね。
これが座骨神経痛の新しい原因です。神経を引っ張られるってどういうことってなるんですけど、神経ってこの骨盤の中からずっとこうふくらはぎを通って足先までつながってますよね。これがもしくす玉やとして、くす玉をグッて引っ張ったらパカッて割れるじゃないですか。それと一緒で神経を引っ張ってしまうと、そこにテンションがかかって、まあ、ちぎれまではいかないですけど痛みっていうのが発生するんです。それが座骨神経痛の痛だるさとかしびれ感っていうものになってくるんです。なので今まで考えられてたお尻をほぐすっていう方法は実はあまり効果がなくて、本当は股関節を前にこう曲げてしまっている、骨盤を前に倒してしまっている筋肉っていうのの治療が必要になってきます。なので次回はこの骨盤を前に倒してしまう原因の筋肉っていうところに焦点を当てて、ストレッチの方法をお伝えしたいと思います。それでは本日の内容をまとめます。1つ目、座骨神経は骨盤の中からスタートします。骨盤の中からスタートした座骨神経はお尻の方に出てきて、太ももの裏、ふくらはぎの裏、ふくらはぎの外側、こういったところを走っています。2つ目、座骨神経痛の症状は痛だるさやしびれ感です。腰がどうしても痛いっていう感じにはなかなかならないんですけど、奥の方、お尻の奥の方で痛い、だるい、気持ち悪い感じ、そういったものが出ているのであれば座骨神経痛の可能性があります。お近くの鍼灸院であったり整骨院でしっかりと検査治療をしていただくことをお勧めします。3つ目、座骨神経痛の原因は、古いものはお尻の筋肉の緊張、新しいものは骨盤が前に倒れることで神経が引っ張られることです。座骨神経痛の原因が骨盤が前に倒れている、姿勢が悪いものだとしたら、お尻の筋肉をほぐしても意味はありません。骨盤を前に倒している太ももの筋肉であったり足の筋肉、こういったところを治療する必要があります。このチャンネルではあなたが本当の健康を手に入れるための健康情報っていうのを日々配信しています。今回の内容でわからなかったとこ、疑問点、そういったものがありましたら、下のコメント欄もしくは説明欄のメールフォームからお問い合わせください。そして今回の動画参考になった、良かったと思っていただけたら、グッドボタン、高評価をお願いします。そして次回以降も健康情報を見逃さないためにチャンネル登録もしていただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お大事に。